熊谷家住宅は、島根県大田市にある、民家建築である。古記録によれば、熊谷家はもともと都市への家臣であったと伝え、17世紀には、銀山の経営に関わっていた。18世紀には、家計屋と御用達を兼ね、19世紀には、年寄り職を務めた家柄である。江戸時代末期からは、酒造業も営んだ。現存する屋敷構えは、 完成12年の大森町の大火で消失した後、再建に取り掛かり、明治初期にかけて順次整備されたものである。大森町の町並みの北端近く、銀山に通じる道の東側に位置し、敷地の背後には銀山川が流れる。敷地の西端、道路に面して、母屋が立つ。母屋の北側には道路に接して、北道具像、その東に小倉、衣装像が立つ。 さらに敷地の東側に、東道具像、南側に、米像、像像が立つ。当家には、開園3年の仮想図、明治5年の指図が残り、その当時の屋敷構えを知る資料となっている。これらの資料から、母屋と米像、像像は前日の完成12年の火災後、文化年間の完成とみられ、北道具像、小倉、東道具像は、 その後1850年までの完成、衣装像は1872年までの完成と見られる。母屋は石州瓦原の三河原武器に漆喰壁の建物で北面入り母屋作り、南面切り妻作り、四方ひさしつき一部二階建てとする。平面規模は桁雪18.8メートル、張間14.5メートル。主体部は南側が通り土間、ま。 北側は居室を2列に並べ、庭に面して一軒幅の畳廊下を巡らす。主体部の正面南側には、物置が突出、北面東端には廊下を介して、風呂場、便所が付属する。背面は南端と北端に突出部があり、前者には座敷、台所、風呂場、後者には衣装像に接続する、蔵前座敷を設ける。本住宅は、大森町では、 最大の民家であり、伝来する仮想図等から屋敷構えの整備の過程がわかる点で貴重である。1998年に国の重要文化財に指定、世界遺産の岩見銀山遺跡とその文化的景観の構成資産の一つである。ABC 文化庁文化宝部新指定の文化財、月間文化財659第1放棄。 ピアニッシモ44から48平成10年5月1日文部省、国時代85号ありがとうございます。